はい、24が日曜日だったんですけど、土日がオフだったので、秋田の角館の方にある、わび桜っていうところに泊まりに行ってゆっくりしてました。はい、はい、まずたくさんのメッセージありがとうございました。まあいろんなところで言ってると思うんですけど、僕にとってブースターさんは本当にチームメイトだと思っているので、非常に嬉しいですし、ブースターさんのためにもまた、今シーズン戦っていきたいな、勝ちたいなっていう思いでいっぱいになりました。はい、28歳はもう怪我なく健康に生きていけたら幸せですプロになってからいろんな怪我がありましたし、動画をご覧いただきありがとうございます。秋田ノーザンハピネスの多田武史です。最後までご覧いただいた皆様、ぜひ動画の高評価ボタン、チャンネル登録、そして秋田ノーザンハピネスの応援をよろしくお願いします。グッバイ。